皆さんこんにちは。日本人の兵庫県民の淡井圭介です。2023年6月の27日、天皇陛下や皇室ご一同の皆さん、総理や、内閣国会議員の方たち、各都道府県知事の方や、市長の方たち、なぜこういうふうな仕組みの法律になったか大体分かりました。自分の人生を追っていって、秀和株式会社で、働いて、一番最初に働き始めたのが2000年から2001年、それと2001年から2002年の冬場です。まあ厳密に言うと10月の下旬からぐらいから、働き始めますので、4月まで。でその時に警察官の方たちも一緒に働きに来ています。でもともとフルーツラーパークでも、まあもちろんその頃は神戸市立でしたから、神戸市の職員の人たちが出向してきて働いていたりだとか、まあ従業員として、まあ放送会の方たちも多分働きに来ています。それは2002年のサンパルス六甲でも同じでしょうし、その2000年の頃と2001年いや2002年の頃に、結局秀和株式会社で警察官が現場に上司としていながら、長時間労働、一月に370時間だとか280時間ぐらいになるような労働をさせていた。でそれを、まあ運輸業ですからね、まあ一月基本的に、基本的にというよりもどう考えても、一月の労働時間の上限は220時間ぐらいに止めておかなかったら、どう考えても世の中変です。これだけ仕事の数が少ないのに。で、そして仕事を増やすべきではない。余計な仕事ばっかり増やしますから、それでエネルギーの残存量問題に関して節約の部分がうまくいってない。で、それはこのあたりの、例えば医療関係、たかが田王寺と岡場という一区間の間の中に、歯医者さんが、10件ほどある、内科も10件ほどある。で髪の毛切るような美容院、美容室、散髪屋さん、こういったところも10店舗近くある。これはどう考えてもおかしいですよ。だから銀行とかが昔から、もう見ました、黒い服着てた女ね。その女は名前を挙げて SD カードを置くって言ってると思うんですけども、変なお金の貸し方を至るところにしてたんでしょう。三井住友系ですけども、もうその人間はいなくなりました。だいぶ前に言いましたからね。でちょっとね、この私がしっかりと述べてる内容は、まあ、告発でもあるんですけども、その僕のね、民事でまず出した裁判の内容で、令和4年括弧の第13号、そちらで私が提出した SD カードを複製して、まず複製できるような裁判をしてほしいんです。まあ法曹界の方たち、宮内庁の方たちとかで、春山整骨院というものの実態と、で例えば昨日私がそのごめんなさい。秀和株式会社で働いていた後、その2003年に個人情報保護法は出来上がってるでしょう。多分、警察官がしてはならないことをかなりの部分でしてしまった、その部分の隠蔽とかも多分あったんだと思います。本当に。元をたどっていきますとね。で、その春山整骨院の件ですけども、もともと私が生まれ育った神戸市兵庫区東山町に美奈市というところがあって、そこはもう建物が、去年ぐらいかな、解体されて、美奈市という、まあ、地下の、まあ、地下と1階が、まあ、市場みたいな形になっているところの地下の、まあ、どっかに確かありましたね、春山整骨院というものが。で順序をたどっていくと、
このすぐ近くに1号店があって ここの裏にまあ、裏でも表でもどちらでも、まあ、同じですよ、2号店が出来上がってるんですけども、もともと張り切るマッサージが随分昔からテレビで放送されてますけども、中国政府を認めてないでしょう、科学的根拠がないと。で、ま、その前に訴訟の方でわ私がその先ほどの令和4年の括弧の括弧閉じる、第13号 その提出した、証拠の、ね、動画とかをいかにその春山整骨院に来ていた介護職の連中が絡んでいたかと、あと一般人で、春山整骨院に来た人間で絡みに来てる連中は同じぐらいの数います。同じぐらいの回数って言った方がいいですね。同一人物が多いので、その介護職の連中はね。で、今でもそれは変わらないんですよ。今日も絡んできてます、何回もね。で、それはちょこちょこホームページに記載してるんですけども、300番台のところですね。で、例えば、昨日だったらどんな状況かっていうと、19時20分、20分ぐらいに買い物に出かけて、そしてそこの春山整骨院の、まあ、オーナーだと思われるものがもうこちらに絡んでくるような言い方で、もう上から目線で、最初からこんなことするんじゃなかったわみたいな、まあ、言い方もっときつい言い方で、ね、こっちに聞こえるように意図的に。でもう一人髪の毛染めてる女と、まあ、2対1という卑怯な状況ですね。で、まあ、言い方で分かると。こちらのせいにしてきてるような言い方してるんですよ。全然違うでしょ。僕はやめろって言ってるのに、もともと。で、もともと、港川中学校とか東山小学校で、まあ、今は夢の小学校という名前に変わってるんですけど、その兵庫の頃ね。そこ、だいぶ PTA とかやられてるはずなんですよ。訴訟か何か。問題視されてた、当時から。だからもう30年以上前ですね。なのに専門学校とか大学でハリキューマッサージの学部とか出来上がってるでしょ。これ何が起きてるかって言ったら、学校の教員が未だに足らないとかいうニュースをしてるんですけど、違うんです。余ってるんです、ずっと教員が。嘘ばっかりずっとテレビで言ってるでしょ。違うんです、現状は。仕事がないから塾の講師とか開いてるんでしょ。で、正直塾なんか行ったってあんまり意味ないんですよ。はっきり言って。大学自体があんまり意味ないんだから。ね。私のホームページの40番台とか50番台に社会の実情書いてますよ。工場長の基本給。高卒の人の、50何歳だったかな。まあ、半ばぐらいの人と大卒の、工場長の、まあちょっと年下の方ですけども、事業規模は500人以上の工場長です。給与、高卒の方の方が高いでしょ。だから、大学へ行ってもあんまり意味ないっていうことは、もう昔の方からバレてるんです。で、大学行くだけ税金たくさんあなた使ったでしょって。大学を卒業したんだったら、社会に出て責任持たなきゃダメですよの話なんですよ。で、高卒の人間が先に現場入って、4年間も仕事場で差をつけられたら、それは後から入ってきた大学生なんか頭上がらないですよ。そこの仕事のことを教えてもらわないとできないんですから。で、これは皮肉とか、私が高卒だからね、皮肉とかで言ってるんじゃなくて、大学行ったら行ったで交通費とか支払わなきゃなんないでしょ。だから自主的に大学を行かないように、もう僕高卒でいいよ、私高卒でいいですよっていうような人たちが増えてもらわなかったら社会回るわけないんですよ、最初から。で、話を戻しますけども、その春山整骨院の人間が昨日19時20分にそういうふうなことを、言ってきたと。で、この辺がね、まあ、ちょっとだいぶ変になったものなんですよ、ずっとね。で、買い物行って帰ってくるときに、神戸大学附属病院で、僕は両顎を割られたときに、搬送されたのが神戸大学附属病院で、2009年頃だったと思います。2008年だったかもしれないですね。まあ、入院してるんですけども、その、両顎を割られてるから、メスでね、その歯茎と、ほっぺたの間を切開して割れてる骨を、ボルトで固定してプレートをつけてね。で、まあその後に行って、でもちろん僕は全身麻酔を頼んでいて、で
オペは殴られたのは夜の22時ぐらいだったと思うんですけども、まあオペが始まったのは翌日の、朝か昼ぐらいですね。で目を覚まして意識がおぼろげな状態の時に強制わいせつを仕掛けてきた人間がいると、まあ、細かい詳細は300番台のところに載せると思うんですけども、以前もホームページに載せたと思いますけども、でそれを警察に、生田警察署、神戸市中央区にある生田警察署に言いに行ったんですよ、捕まえてくれと。だけども警察は動かなかった。その後の事後経過、事後経緯、これは法律的に伝えなきゃなんない。事件化しないことによってスルーした。状況をたどっていくと、売春防止法が出来上がったのが1956年ぐらいでしょ。っていうことは、それまで売春が合法化されていて、金持ちの連中が金に物言わせて何でもしていた。ピンハネから何から何までさせて、で、それまでの前の第二次世界戦争の頃は、ね、特攻隊なんかさせてたでしょ、若い連中に。権力者が悪いで合ってるんです、世の中。で、今岸田さんたちを責めてるんじゃなくて、昔の状況を言ってるんです。で、法律を、売春禁止法を、作ったとしても、六法全書を購入したり、テレビでの放送がいかがわしい内容込みの放送をずっとテレビで放送してたんでしょ、どうせ。っていうことは何十年にもわたってね、やめないで。っていうことは、そういう業界が禁止されてるっていうことを一般人の間でも認知されていなかった。でそれが今でも手ぬるい、警察が率先して本屋とか全部閉めさせたらいいんですよ、そんなもん置いてるんだったら。国庫にお金を返金させて、そんなもん置くんだったら君たちの給与とか建物とか車とか株とか全部差し押さえるよって、それでよかったんですよ。だけども警察官があまりにもスルーをしてる。淡井圭介側の警察官とそうじゃない人たちが二極化されている。僕側の人たちは自分の子供とかが同じような目にあったら困るし、そういう業界がのさばるのは良くないっていうことで動いてくれてます。だけどもそうじゃない警察官もいっぱいいた。僕を精神病院に入れてしまいにした。今まで絡んで来られてくる、今も外から声聞こえてきてます、あのごちゃ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 出てきてる人間います。普通こんな状況耐えれません。で警察官が出した指示は、相手せんといてとか、あと生活保護係の、人を2名訴えの対象にしてるのは、裁判所でしっかりとどういう状況かっていうのを僕から聞いてもらって、で、対応の仕方としてね、立川さんも、まあ、別にその、僕に悪気があって言ってるんじゃなくて、マニュアル的な部分でね、相手せんといてって言うんですけども、これ、絶対いつか限界あります。ずっと絡んできて、こっち側だけもう言い返したらダメだって、無理ですって。それを警察官がわからないんです。僕は悪いっていうことにして精神病に去年入れたでしょ。でよく思い出してください、天皇家の方たちだったらこの情報絶対伝わってると思うんですけど、昨年の12月28日に皇居へ行きます、お会いしたいですっていうことを言ってましたよね。宮内庁の人たちも多分知ってる人は知ってますよね。だそこと結びついた時にいろんなことが明るみになって、困る連中、未だにエロ業界と組んでるような連中がね、大量にもしかしたらまだ議員の中にも混ざってるかもしれない。それは700何十人もいるんだから、国会議員の方たちだけでも地方議員や知事市長まで含めたら何千人という数になるでしょ。っていうことはその中にいても全然不思議ではないのと、ね、今の50代60代70代80代なんて、特に70代80代なんかもろにその売春防止法のことをよく分かってないで、長屋で生きてきた人たちだから、この辺のところが、まあ中には50代の人もあの会社の役員でその辺のことをよくあのしっかり対応しないで生きてきた人間がいっぱいいたから、コンビニまで余計な本を置いてたんでしょって、こういうことになるんですよ。で僕はその裁判の対象相手としてそこら辺の名前を挙げてます。それによって
バレたら困る連中とかが仕掛けてきている。で、裁判所は裁判所でおかしいんです。法律名を、その棄却の理由として法律名を出してないっていう内容を出してきてるんですけど、令和4年括弧の第13号の方を、まず書類の方を、まあ複写、一部あの内容を見ていただいて複写してもらったら分かると思うんですけども、春山関係のところ、あの1、タワ1、タワ2、タワ3、タワ4とかで、春山整骨院は春山整骨院用とかで分けてます。で、そこに法律名書いてるんですよ。ね、そこまで書類提出してるのに、裁判なんで進まなかったんですかの話ですよ。多分警察と裁判所はね、これ繋がってる可能性あります。裁判官の中とかにもおかしい人間多分いると思います。自分たちの指揮だ業務がどうしなきゃなんないのかっていうことをわからないもの働いている人たち、原告が法律名なんか出さなくても自分たちが勉強してきたんだから、司法修習生として国の税金、みんなからの税金もらってね、それで勉強してきたんだから、それでさらに働いてみんなの税金で高い給与を得ていたんだからね、民間の会社なんかボーナスないところなかったんですから。本当に僕なんかボーナスもらったことないんですから、今までね。そんな人たちが、原告が苦しんでるのに実質的に被害を被った人を助けようとしない、法律名を書いてないだけで棄却する、論外ですよ。裁判所そのものの働き方を変えなかったら世の中は良い方向になるわけないんです。そんなもの今すぐ法務大臣が命令出しゃいいんです。総理でもいいですよ。本当にそういうような形で物事を動かさなかったら、もう人材派遣業界がこれだけ社会全体に広がってしまった以上、自分の、まあ子供、今の国会議員の方、高齢者の方たちだからある程度の地位を与えてるかもしれませんけども、そのお孫さんとかピンハネされる側にほとんどの人が回りますよ。 50% ぐらいの人は。これが現実なんですよね。日給歩合出来高とかそういうしょうもないもの全部消さなかったら請負もだから、商法と契約法とかあるんだから、そこで十分なんですよ。あと給料の算定表通りみんな守っておきゃいいんですよ。せっかく政府が作ったんですから、最低賃金法とかその水準の金額とか、テレビに出た時の基本給への組み込みの大体の相場は大体で10万円ぐらいじゃないですか、アナウンサーの人たちでね。大卒の基本給に普通にプラスして、でそれを著作権とかの映像画像音声にしていたっていうことじゃないですか。だからあれはスポーツ業界のスポーツ紙が一番最初言い始めたのか何か分かんないですけども、そのとんでもない年俸の額とかね、だからもうあそこまでするんだったらその新聞社潰さないと、本当に真面目に仕事はする気ないんだっていうことで、実体的な証拠握ったなって。アメリカのメジャーリーグももともと国の国民の税金半分ぐらい出してもらってスタジアム作ってますよって、公文書公開の法律ありますよって、国の税金が投入されたところはどこでも公文書公開ですよって。これじゃなかったら、このルールがなかったら、いや法律は本当にありますから、このルールがなかったら、だからインターネット いろいろもう全部情報出してます。国がいろんな情報で、病院とかもそこで、何時何分どこで誰が働いていたとか、その記録出してくれって言ったら名前出てきますから。それ出さないところは違法側なんです。本当にこれは本当の話です。公文書公開のことも言いました、法律でね。で、あの昨日の買い物の話に戻りますけども、帰りしのその強制わいせつしきて人間が横を通り過ぎてるんですよ。これを十何年間も超えてずっとやられてるんです。これで怒るなって言うんでしょう。警察官の方が絶対おかしいですよ。僕何回もその件言いに行ってますもん。何か聞こえてきた方が悪いんだとか言ってますけど、そんなことない。僕のホームページ全部本当のこと書いてある。そんなことで精神病院行きにさせて、隠蔽させて、さらに医療機関と、つるんで、基本給を自分たちで上げて、警察官が精神病院に連れて行ったことを自分たちの仕事だと認めるんでしょ。本当はそんなことで隠蔽するんだったら、その時間も労働時間として認められない、本当に。警察官の人。
いいですか、僕は二十歳ぐらいの頃にもう決まってたんですよ。そこは村木所長だから、村木所長対応じゃないとダメだって。なぜなら巡査巡査部長の人たちは書類書かないでしょ。警部補以上の人たちが書類を書くじゃないですか。僕も窃盗犯捕まえたことありますけども、まあ、警察に、まあ、引き渡しをして、で、まあ、調書を、まあ、作るのに、まあ、こういうふうな状況でした、ああいうふうな状況でしたっていうこと、場所がどこでっていうことを、まあ、一緒に、まあ、作るじゃないですか。まあ、こっち側は言うだけですけど、まあ、その担当の警部補の方が、まあ、パソコン、まあ、もしかしたらそれ以上の方が、まあ、対応されることもあるかもしれませんけども、まあ、正直ね、その現場の方に巡査や巡査部長の人をつけてたのがそもそもの間違いだったんだと思いますよ。警部補以上の人の書類に強い、自分が弁護士さんなしでも裁判できる、要するに検察庁とかの人ですよ。そのレベルの人たちじゃなかったら、現場に入った時に、あといろいろ判例とか知らなかったら、最初から僕のことをね、守ることができなかったんですよ。労働時間とかだってそこの会社を正すことができなかったんでしょ。でそれを2003年に個人情報保護法を作って何もかも隠蔽しようとしてたんじゃないですか、行政が。多分これ実態だと思いますよ。だ早急に個人情報保護法を撤廃するのと、あと僕みたいな形になってしまったケースの人たち、まあ現場に警察官が入るケースですけども、絶対警部補以上の人をにしてください。あと検察庁とかで実際的に書類を書いて、訴えて今まで裁判の経験が何回もある人、そういう人じゃなかったらきっとわからないんだと思います。本当に対処の仕方が、でこれは今の岸田さんたちのせいじゃないですから、どう考えても。それで早急にいらない法律を削除しなかったら、あと警察官とかが現場に一緒に働く、そのパターンね。で去年のそのコロナウイルスのデータ入力の仕事でベルシステム24という会社で勤務しましたけども、まあ、千葉県からの情報の件ですね。でもう正直現場めちゃくちゃでしたよね。東証一部上場の会社で、まあ伊藤忠商事さんが 40% ぐらいの株を持ってたと思うんですけども、ベルシステム24の会社の株で、何がめちゃくちゃかって言ったら、行政と話が噛み合わないのと、あと現場で話してる人は、まあそこのパソコンを打ち込んでる、まあ大きなパソコン200台ぐらいはありましたね。でまあ、雇用者数がまあ1000人ほどとは言ってたんですけども、まあ、それもどこからどこまで、短時間労働者の人たちとかや、まあ、1週間にそのあんまり出勤日数の少ない人たちでそういうふうにしてるんだと思うんですけども、そこもね、そこの2番手の人自体が髪の毛、現場をね仕切ってる2番手の人たち、まあ中心部にデスクを置いて大体いる人で、まあ、その上司と思われる人は髪の毛染めてなくて、まだこの人がしっかりしてるんじゃないかなっていうことで、まあ、仕事しながら途中で気づいて、まあ、その髪の毛染めてる人なんかあんまり相手しててもしょうがないから、その人平気で言うんですよ。淡井君、ここは裁判所じゃないからって。同じですよ、違法行為したら。裁判所行ってから後悔するだけ。そんな人をその現場で働かせてはならない、管理者として。でパスワードの件もはっきりと言っておきますけども、テレビのニュースで判例がすでに出ています。会社のパソコンとかのパスワードを世間に開示しなかったら政府なんです。当たり前です。持って帰っただけだったら悪いことなんか何もしないからです。いいですか。ベルシステム24が人材派遣会社の人たちをね、雇ってたんでしょ。ね、労働時間とかを書き込むでしょ。で、それも私が教えてあげなきゃ分かってない人たちだったんです。一番上と下、副社の下の方に両方印を押すものですよって。これ言ってあげなかったら、その髪の毛茶色い人まで分かってなかったんですよ。2番手と思われる人が。その髪の毛染めてない人はなかなかいなかったので、
知ってるかもしれませんよ。だけどもあともう全滅です、全員知らないんです。本当に書類の書き方すらそのレベルだったんです。それが東証一部上場の企業のレベルだったんです、残念ながら。で一応たまにそのメガネかけてる一番手と思われる、この人はまだまともだなって思われる人にいた時に、そのコロナウイルスのデータ入力の仕事でも、いや最低限名前はいりますよと、名前までいらなかったらこんなもの何のために我々打ち込んでるのかって、ただ単に国の税金使って仕事してるふりだけになってるだけですよって。ベルシステム24さんが後で裁判所にどうこうみたいな話まではできなかったんですけども、そしたら聞いたら千葉県の方が何でもいいからあげてくれっていう返答をしてくると。千葉県の誰が指示を出していたのか知らないですけども、市長なのか知事なのか、それとも課長なのか部長なのか局長なのか、どうせ公務員試験合格しただけで、エスカレーター型というかエレベーター型というか年功序列型で浮いてしまった人なんでしょう。だから最低限名前ぐらいは絶対必要だっていうことすら考えれなくなったんでしょう。無理ですよ、これはこの国の実態ですから。テレビ局絶対合併しなきゃならない。で髪の毛染めてる人間なんかテレビ局で働かせたらダメ、海洋基本法違反、河川海の木柱7にって書かれてるでしょ。でもともとそういうところをきっちり守ってない人間が崩れていってるんです。で、工場でも今円安ですから、政府が規制かけない限りどうせ車作りっぱなしとかになるんでしょ。だから今、まあ、岸田さんの方の部分には内閣の人たちには通ってると思いますけども、テレビのニュースでも一部法人税を上げるっていう話、あれは国から電気自動車とかに税金つけてるんだから、それで豊田さんとかが純利益が3兆円とか超えてるんだから、それはもう返してもらわなかったら、払ってもらわなかったら、あと純利益が1000億超えてる会社とか、だから ある程度国会議員の方たちとか、まあ、経団連の方たちとかが、まあ、もしかしたら経済どうこうこうかもしれないですし、テレビ局の人たちかもしれないですけども、他国の人たちに話ある程度つけて、いろいろ映画館で放送させていただいたり、まあ、新海誠監督とか、まあ、僕らの提案で作ってもらったものとかがそうなんですけども、社会の現実を向き合ってるようなところをやっぱり重要視して、あちらも受け入れてくれてると思うんですね、まあ、中国とか他の国の方たちも。で、これを全員でしっかりと向き合って早急に対応しなかったら、少子化はこれも極端なペースで進みます。韓国なんか2045年になったら65歳以上の人のパーセンテージが50% を超えてもおかしくないと。だからそれぐらいのことは、僕は20歳ぐらいに働いていた時、今まあ記憶が戻ってるから、ああそういえばその頃からそんな話してたなとかいろいろ教えてもらってとかで、で、おぼろのながらそういう話をしていたと思います。だからそのどうしてもあんな年齢で、18歳ぐらいの頃から皇室の方たちとお会いして実際話したりしてたじゃないですか。だからまあそれは成人様とかだったらよくお分かりになるかと思うんですけど、雅子様とかで、まあ、一部のテレビ局の僕と同じぐらいの年齢のアナウンサーの人たちとか、どうしても狙われる。でその当時の頃からそういうエロ業界関係のその潰さなきゃなんないだとか、こちらでもそんな人間働かすことができないだとか、そういうことを言ってたでしょ。で、そのまま実際的な連絡先とかわからないまま、自分の中で人脈としてその実態があるかっていうとなかったから、国会議員の人たちとかを含めて、だからその人間関係が曖昧であったと。だから自分の中で自分が狙われるっていう位置づけにあるっていうところに気がつかない。で、多くの者が勘違いする、あいつは金を持ってると勘違いしたんでしょうね。阪神淡路大震災の被災者で
ずっとボーナスをもらったことない人間ですよ。それどころか、神戸市立ホテルフルーツラーパーク自体が人材派遣会社を最初3社入れて、で、最後はファインハイゼン残しになってたんですけど、もう10年以上前から、人材派遣会社は起用していません。それはなぜかって言ったら、僕はその人材派遣会社からで、例えばバーベキューコーナーで働いた後、披露宴の方の仕事をしたりだとか、宴会の方の仕事をしたりしてたじゃないですか。実態としては、残業手当とか、まあ、厳密に言うと7時間45分以上からだったと思いますけども、残業手当がつかない。もうこの時点で、第三セクターが大きな法律違反をしていて、その当時から、課長級以上の人が市役所とかの来ていて一緒に働いていてもそういう状態であったと。だからその後いろんな手続きをして、2007年の頃に、まあ、再び働きに行った時には人材派遣会社もう起用しないっていうことは聞いてたんですけども、来てる人間もいましたね。だから多分従業員の人たちが自分たちにどこに落ち度があったかを多分もう分かってないと思うんです。本当に。記録として残しておかないから。で、書類化をして渡しておかなきゃなんない。そうじゃなかったら年数が経過した時忘れますから。本当に。だから、こういう重要な話を、だから僕は今回の裁判の件で、まあ、今、即時抗告みたいな形をしていて、後追いで書類を出しているような形になってます。で、民事から始めないと、まあ、民事の内容を見てもらったら分かると思いますけども、最後の方の、民事訴訟法なんかは刑事訴訟に変わっていくような内容になってるじゃないですか。もともと民事不介入も、本当はいらないはずなんですよ。最初みんなで民事から始めたらいいんです。で、裁判所でお互いの情報とかを出し合ったらいいんですよ。で、警察官の人たちとかも原告の方に、ま、方に回ってくれたらいいんです。で、一応僕はこの話の内容は正直防衛、国家の防衛レベルだと思ってるから、防衛省の防衛大臣を一時的に申し訳ないですけども、被告人という形で、で、その後参加人の方に回ってほしいまでの処理にしてるんですね。で、一応そういうふうな形にしておいて、まあ、後の警察官の人たちとかも状況をご理解していただいたら、淡井圭介側ということで、参加人の方に回っていただくと。だその一部始終を見ておかなかったら、あと、各自、まあ、裁判所の裁判官の許可はいりますけども、正直メモなんかだったら絶対追いつかないです。本当に裁判官の人たちって、そこの法廷で次の、開かれる、裁判まで、例えば、30分しか時間がなかったりとかあるから、どうしても早口になるんですよ。早い言葉で。だから、もう録音とかさせてもらわなかったら無理です、本当に。で、なぜあんなに、次の裁判を短い時間の間に入れるのか、僕からしたらわかんないです。いろいろ聞いたりして、記録しておかなきゃ、だから1日で済むことが裁判の回数が増えるでしょう。例えばその1日で済むことは2回開かなきゃなんなかったり3回開かなきゃなんなかった。だからその30分の話とか。まあない時、15分も確か僕見たことあったと思いますよ。そんなので、実態を本当に解明する気あるかっていうとないんでしょ、多分。だって他の法廷空いてますもん。だから違うんですよ。ね。もう髪の毛染めてる弁護士さんなんか弁護士さんとしても認められないから、海洋基本をすら守れないような人。だからもうそういうふうな人たちもほっといて、もう最低限真面目な人たちの、裁判官として、まあ、裁判できそうな人たちとかをね、どんどん入ってもらって、原告側は一切法律名なんか書かなくていいと。裁判所の者たちが法律名を探しなさい。それでもしミスがあったら裁判所のせいですっていう法律を作らないと。追い返したりいちいちしてる暇とか、訴訟費用もいらないようにしてください。それを作るから話がおかしくない、なるんです。ね。ピンハネして、ね、人材派遣会社の人間とかが、で、訴訟できなくして、お金かかるからコピー代とか、会社の登記簿を買ってきなさいとか、裁判所の人たちとか、法律が無茶なルール作られてるから。もう分かったでしょ？昔の人たちの第二次世界戦争とかの頃の人たちが、ね、むちゃくちゃな法律作ってるんだから、
低所得者の人たちを訴えれないようにしてやろうって、これは権力社会で作ってきた民主主義にしても同じなんだから、結局何も変わってないんだから。そんな暇あるんだったら切ってとかね、政府が勝ったらいいんですよ、郵便局から。で、喋ってる暇あったらさっと貼り付けたらいいんですよ、提出とか求めてる暇があるんだったら。自分たちのかかってる労働時間とかを考えてみたら分かりますよ、それで多分プラスマイナスゼロですよ、その方が早いから。引き出しの中がさっと開いてね、切って貼り付けたら済むんだから。余分なことを行政の人たちが一般人の人からお金を取ろうということを考えたらダメなんです。取ろうでいいんです、ピンハネしてるのと実態変わらないですから。なぜならそういうふうなところをしっかりと取り締まるために裁判官たちとかが存在するんでしょって。ピンハネしてる会社とかエロ業界とかの暴力団系のやつらとかだけど、それずっと野放しにしてるんだから、それで法曹界って言ってたんでしょって笑われますよ、海外の人たちからしたら。だけども自分の国も同じだったっていうことまで知ったらがっかりしますよ。これだけで少子化になってしまいますよ、感情的に実態的にも。そんなことしちゃって次々とピンハネしてきた連中だから人たちが残って子供が生まれてきても、その社会の仕組みがある限り半分ぐらい、半分以上の人が非正規雇用になるんだから、誰かは絶対そうなるんですよ、それ気づかないと。それでやっと公正取引委員会とかもどれぐらいの価格が適正なのかっていうことがはっきり分かるんですから。結局車だってそんなにいらない社会だったんですから、みんなが贅沢をしようとしたんでしょって。で、それを社会にばらされたら困るから淡井圭介を精神病院に入院させていたんでしょって。自分たちが国の税金使っていろんなものを建ててきたこととか、その実態がバレたから。これでも間違いないですよ、それが皇居まで行ってしまった場合っていうことを考えてね、もしかしたらごく一部で天皇家を守るだとか、そういうふうなわけわかんない考え方で動いた人たちも、自分たちがコンピューターに守られていた側だったからね、天皇陛下も寝不足とかになってるでしょ、わからないですよ、どこからどこまでコンピューターグラフィックで扱っているのか。それ日本のテレビの放送も中国のことをあれだこれだと言ってますけども、テレビの顔は変わるっていうね、テレビ、まあ、YouTube かな、まあ、なんせ中国の政府でこういうふうに手を横にパッてしたら、顔が違うように、違う顔になって映ってるっていう。だから科学の世界も全然正義が効いてないし、その倫理的にね、微妙がなぜあるんだっていうところもありますし、なぜしっかりと稼働してないんだっていうところもありますし、テレビ局を数減らさなかったら無理ですよ、東京都に。そのテレビ局のお金儲けのために結局多くの人間が集まっていて、その実態はみんなからの税金とかピンハネの集合体だったっていうことになるんですから。民間のテレビ局に公務員の人たちが出てしまうと、嫌味で言ってるんじゃないです、その構造があるから。あと情報が分散するんです。だから報道番組も情報を分散させて意図的に流すから、どこが正確なことを言ってるのか、複数の内容を見なかったらわからないのと、欲しい情報が見当たらない時があります。エネルギーの残存量問題に関しても、自衛隊が屋根の上登るっていうことを、海上自衛官の人たちが言っていて、それは今年のニュースのニュースウォッチ内で見ただけで、他の報道番組ではそれがないんですよ。無理ですよ、このような社会。一番重要なところをクローズアップして報道番組で流さないと、ニュースで。だからクローズアップ現代とかいろんなものを作りすぎた、それこそもっといろんなところを確認しなきゃなんなくならなくなって、世界の私のホームページ37番の5大問題と、本当は6大問題なんですけども、97番の地震についても含めてそうなんですけども、それで物事考えて動かなかった全員失敗する仕組みになってるんですから。だからこれは正直私の裁判の件は昔から物事が進まないで、続いていたので、岸田さんはね、まあこの間のニュースの中で僕は法改正に関してしないと本当に少子化からの妥協なんか無理だっていうことを考えた時に、その1年でとか考えたんですけど、まあ光栄ですけどね、岸田さん1年でできる
って言ってはくれてるんですけども、総理の一存だけでも動かないでしょ、物事。だから国会議員の人たちの投票だから、本当は法改正は。だから全員どこからどこまでまともな社会にする気があるのかっていうところなんですよ。正直私の件は、第3国、第4国、第5国でもいいですよ。G20 の国の人たち、日本語をしっかりと翻訳できる人たちが、私の件を精査してもらわなかったら、なぜ世界中は少子化になったかのルーツのところまでたどり着かないと思います。多分日本も人材派遣業法に関して昭和63年初、どこかの国から進められたんだと思います。で、何が原因かもうはっきり分かっています。海外の大学への留学ですよ。いらないんですよ。山内真由さんでしたっけね。そこまで一定委員会で出てる時に、カジノを進めるようなことを言っていたから、実力ないことが分かったんです。東大主席と言われる人間に。もう最初の方にも言いましたけど、昔からみんな分かってるんですって。高卒も大卒も変わらないって。下手したら大卒、大学通った、司法修正生の人たちとかは本当に大学行かないと無理だと思いますよ。本当に。だけども、この裁判の今の形式だったら、正しい社会なんか絶対できないですよ。世界中で多くの国の人たちが今私がしようとしているような形で援護してくれないと。エシロンとか富岳とか同じようなスーパーコンピューターを持ってる国があるんだから、証拠とか音声とか開示して、特に僕の場合は自分で録画した内容あるんですから、そんなものは防犯カメラがあるんだから、自分で自分の家の周り撮影するぐらいの権利絶対あるはずですよ。それを警察官がね、その辺歩いていて撮影したらダメだとか、そういうことを言い始めたか話がややこしくなったんですよ。どこの裁判官ですよ、裏切ったの。なぜなら裁判所を受け付けてくれないでしょ。警察官が被害届として言いに行っても受け付けてくれないでしょ。無理ですよ、こんな社会。その後の事後経過とか教えてくれないんですから。なぜなら警察官が最初、身内をかぶって自分のところの警察官の悪さをしたことを実名を公表しなかったからですよ。警察官なんだから、率先して警察庁もそうですから、自衛官もそうですから、悪いことしたんだったらしっかりと世間に公開しないと、名前も年齢も。で、それがいつの記事だったかわかんない。一応6月の、ある程度の時期からホームページに280番台か90番台のところで、警察官が捕まった件とか、警察官が殉職した事件とか、一応、載せてますけども、あれ重複してるでしょ、本当は。か重複してる件が混ざってるかのどちらかでしょ。いくらなんでもあのペースでさすがに警察官の人たちも飲酒とかしたりしないでしょ、飲酒運転とか。あと中には意図的に作ったようなニュースとかあるでしょ、死んだことにするとか、本当は死んでないのに。その嘘の世界からみんな脱却しないと、報道機関が、あと政府も。こんなにむちゃくちゃなことされたら、裁判所の人たちとかでいましたよ、淡井圭介側の人たちで、宝塚三田病院に働きに来て、でもう悔しそうに言ってましたよ。ここもどっから手をつけたらいいか分からへんわ、言って。だからもう全ての法律を変えないと。で、医療の関係の、317番の法律名っていうところに記載している内容に関しては裁判所に提出しています。で、一部の法律名が抜けてるのは僕も気がつきました。やっぱりこういう状況で焦ってる部分もあるし、期日を迫られるから。だから、提出期限ね。だから、医薬品関係のところで規則の方なんですよ、第3表の。なぜ硫酸とかそんなものまで認めてるんだとか、だから毒飲ませるっていうね。そんなことしたら違法行為してるでしょ。他のところの、認めてるような薬として認めてるような内容で危険な毒物を飲ませてるんですよ、体調不良を起こすような。だから精神病院の医者なんか全員アウトですよ。そこへ連れて行った警察官も全員アウトですよ。法廷にあげないと。僕は春山整骨院に文句言いに行くことぐらい普通ですよ。一回だけそれしただけで、ね、
こんな方法は使えるんだったら、そこにね、挑発行為とか言いに来たりとか、何かするふりして、この辺とかでたむろしてる連中とか、そういうのを向かわせたら、いずれ僕は送るでしょ。それ理由に入院させたりしたら、絶対裁判こちら始められないじゃないですか。昔もそれですよ。秀和株式会社と北区役所の公務員を主査の人間を訴えたとき、その時に精神病院入れられてます。逃げたんでしょ、自分たちのしてきたことから。これが全ての実態です。以上です、天皇家の皆さんや宮内庁の皆さん、国会議員の方たちや都道府県知事、市長の皆さん、警察官、検察庁の人たち、法律のことを、しっかりと分かっている、もう髪の毛染めてる人たちは協力しなくていいですか。話余計ややこしくなりますから。どうせ悪いことしてる連中です。もう大臣とかで髪の毛染めてる いる人間は本当にいるんだったら、やめさせてください。いりません、そのような人たち。挑発行為です、ひどい。民間人へのそんなに何も持ってない人が大臣なんかなったら世の中ガタガタになるでしょう。今すぐ罷免させてください。文部科学大臣です、女性の。こちらでは髪の毛茶色くテレビで映っています。白髪だから、今までご、ね、その白髪の頭を見て、今まで随分ご苦労されたんですねっていう話があるから社会成り立つんですよ。まあその人間も徹底的に本当はエシロンとかで海外に確か調べてもらった方がいいですね。ホストとかいるような、だからホステスとかホストと呼ばれるような、ホストクラブって呼ばれてる、どんちゃん騒ぎをしてるような、高額な値段で売りつけてっていうね、ああいうふうなところに行ってたものなのか何なのか、行ったとしたら上の人間に誘われてたのか何なのか、その後継続してそういうふうなものと関わってるのかどうかとか本当に調べた方がいいですね。もう世の中そんな連中で溢れ返ってますよ。まあ、G20 の皆さんやアフリカで法律を身につけてる河合圭介の言ってる言葉を、訳せる人たちがいらっしゃったら、ぜひ国際司法裁判所をご利用していただいて援護していただけると助かります。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。